工具大好き。この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りします。工具大好き。こんにちは、高野倉正人です。こんにちは、川瀬良子です。工具大好き、上質工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉正人さんとともにお届けしてまいります。高野倉さん、今週もよろしくお願いします。さあ、先週は DIY 好きが高じて会社まで作っちゃったという元 B コースの芸人さんですね、タケトさんゲストにお迎えしました、今週も来てくださいます、だって工具の話をしたかったのにもうちょっと終わっちゃったからそうですよ ね、もうご紹介したい工具、高野倉さんもいっぱいあるんじゃないですか。いっぱいあるんですよ。だからアウトドア用品っていうところじゃなくて、はい、まあ、一般的に使われてる工具をどういうふうにアウトドアに使うといいのかみたいな、そうですね、話を中心にちょっとねご紹介しようかなと今日思ってますけど ね、やっぱり最近こう DIY を好きな方とキャンプ好きな方ってこう重なってくる部分たくさんあるじゃないですか。アウトドア派ですからね、基本的にはねみんなね、そうですよね、いや今日の工具私もすごく楽しみです、そしてですね、過去の放送はポッドキャストでも聞くことができます、そしてファクトリーギアさんの YouTube でも番組ご覧いただけますので、ぜひどちらも合わせてご覧ください、では今日も明るく楽しくスタートしましょう。はい、それでは皆さんご一緒に工具大好き。 TBS ラジオ工具大好きは工具専門店ファクトリーギア代表の高野倉正人さんと私川瀬良子がさまざまな工具好きな方をお迎えしたり工具や DIY に関する面白いお話を伺ったりする番組です。はい、今週のゲストは先週に引き続き元 B コースの竹人さんです。お楽しみに。TBS ラジオ工具大好き、川瀬良子とファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています。さあ早速ですがゲストの方を呼びしたいと思います。先週から引き続きのご登場です、竹人さんです。よろしくお願いします、よろしくお願いします。川瀬さんの優しさがすごい伝わってきましたね。先週ね、元 B コースっていうのやめてくださいってツッコミで言ったら本当に言わなくなったそういうツッコミなだけですから本当に捉えなくていいですよ。めちゃくちゃ人の良さ出てる。素直に受け止めちゃいましたこの気遣いがこの世界で長く生きている秘訣でございます優しいって思いましたもん。優しいんです。心掴まれました。心掴まれるんです。さすがですよ。ありがとうございます。ただ芸人なんでその裏を取る癖が嫌なツッコミしちゃいました、ごめんなさい。とんでもないです、はい、さあ高野倉さん、はい、どうぞそんな振りある、初めて聞きましたよ川瀬さん MC 上手いと思ってたけどどうぞどうぞいや本番前にね喋りたくてしょうがないっていう、これだけ番組やってて初めてそのフレーズ聞いたんですよだってさ、竹人さんはね、もう多分リノベとか、キャンプとか、アウトドアとか、多分バーベキューとかも好きですよね。好きですよ。でその全てが、多分僕がこうやってるのと、もうもろかぶりに近いんですよ。そう、趣味がもう本当にリンクしてますよね。バイク乗らないとか、ちょっとそういうのはちょっとやめてほしいなとか思う。やめてほしいやってほしいな、これから乗ってほしいなでしょ乗ってほしい、乗ってだからそういうのね、だからもっと広げてほしいなってのもあるんだけど、ね、だから俺もう今高野倉さんの背中追っかけてるかもしれないですよそんなやめてくださいよ。何年か後高野倉さんになってるかもしれない。やめてくださいよで僕はルミネ座吉本出たいもん還暦デビュー60歳からの吉本芸人そこまで言ってします、ね、背中をかけてきたいと思います。いいですね無限大もありますからね無限大もあるから面白い。竹人さんはその DIY 以外にも工具を使った趣味っていうのは例えばどういったものが、まあそれはね、高野さんさっき言ったようにキャンプ、キャンプか、キャンプで意外と DIY の工具が使えるんですよ、なんか別物の感じしますけどね。例えば炭で火起こしするときに、なかなか炭に火つかないってバーベキューあるじゃないですか、あのブロワーっていう風を起こす工具、あれ使ったら一発で炭に火つきますよね。僕もよく使います。超楽ですよ。そうそう、どうやって使うんですか。ブロワーっていうのは、あの本当の使い方はね、よく公園に行くと、公園掃除のおじさんたちが落ち葉を集めるときに、竹ぼうきじゃなくて風をブワーって送るでしょ、それがブロワーっていうんですね、でそのブロワーっていうのは結局焚き火とかね、火を起こすっていうのは風が入れば入るほど燃えるので、そのブロワーで風を送ると、夫婦やったりうちわをするよりもめちゃめちゃ早くブワーっていくんですよ。
うちわでよくやる。やりますよね。全然つかないんですよ、うん、そうなんですよ。でお父さん方もかっこ悪い瞬間ですよね、一番ね。パパまだ火起こしできてないのってね。 そこが一発でいきますもんね。そう、一発でいきます。そっか、うん、でも武田さんがブロワーをそれに使ってるっていうのは、はい、ちょっと嬉しいっていうか、はい、なんでですか。てかね、あの、まあ、はい、うちで集まりに来るんですけど、みんなが集まって、はい、で、まあ、当然火を起こしますね。でその時にやっぱみんな、うちはどこへんでとかって言ってる中で、うん、ガレージの奥からブロワーを出してきて、急にちょっと離れてるからブーとか言って風を送ると火がブワーって上がってきた時に、俺工具屋だしねって。かっこいい。俺工具屋だしね、うちわとか使ってらんないからさって言って、ちょっとみんなが知らないじゃんブロワー、はい、何それとか言って、工具屋だからさって言って、しかも使ってるのがねボッシュの。おー、なるほど。ドイツブランドのブロワーで焚き火に火を起こすっていう、うん、はい、その頃ちょっと、ね、見せつけ感かっこいいですね。だからめちゃくちゃ小型のブロワー出せばキャンプ用品としてめちゃくちゃ売れそうな気するんですけどね。なるほどね、はい、あ、もう今目の色変わりましたね。まあね、普通に暑い時に使うような送風機にアタッチメントをつけて先を細くすれば、あの今よくあるような充電の扇風機をブロワーみたいにして送風機で使えないかなって。うわ、めちゃくちゃ商売に。いや、あの自動の扇風機は皆さん持ってますもんね。それの付属品として、そうそう、カチャってつけたら、ちょっとどうしよう、これ商品化されてたらいける、いけるかもしれない。うわ、先にやろうかな。一緒にやりましょう、やっちゃいましょう。一緒にね、え、本当ですね。まあね、でもね、今言ったみたいに、うん、はい、結局その、うん、我々が売ってるものっていうのはいわゆる産業用というかね、はい、そのプロのメンテナンスの現場とか、はい、ものづくりの現場で使われてる工具なわけですよ、はい、なのでめちゃめちゃ機能を追求してるのと、はい、やっぱりその機能的なだけじゃなくて、うん、やっぱりなん耐久性とかもすごいあるわけですよ、はい、プロの使用に耐えるものだから、はい、あと安全性とかもよく考えられてる。でなので、あの要はキャンプ用として出ると、はい、あの結構キャンプのブランド名とかついたりすると、はい、一気に値段が高いんだけど、はい、産業用っていうのはそこの部分のブランドの価格がないので、はい、逆に値段が安くて機能的で実用的なものがあるんですよ、はい、だからそういうものをうまくそのキャンプ用品、はい、アウトドアのところに行くと、うん、なんでこの値段でこれが買えるのっていうものは結構あるんですよ、うん、そうですよ、キャンパーの皆さん本当に行ってほしいですよね、うん、ありますよね、あるんですよ。だから例えばね、あのキャンプに行くっていう時に、はい、キャンプって毎週行かないじゃないですか、はい、よっぽどの人じゃない限り、はい、で例えばそのあるこの鉄鍋とか持ってくでしょ、はい、鉄鍋持ってって開けた瞬間に赤サビが出てたりとか、はい、ありますありますよね。ある、本当にありますよ。どうしますその時。どうします、その赤サビある時。普通に洗うだけですね。洗いますよね、一生懸命、はい、でしかも、はい、すっごいそれはなんかあの奥さんとかの前で、はい、もうお父さん赤サビだらけにして、はい、まさかそれでご飯作んないよねとかって言われますよね、はい、言われますよね、はい、めちゃくちゃ言われます、言われますよね、はい、でその時に一生懸命、いや大丈夫で倒してくすればって言って、はい、その茶色まみれになった水を見て、はい、やだ私こんなのでって言って、はい、もういきなり雰囲気悪くなるじゃないですか、はい、なります。オレンジ見てますもうそのままですよ、ね、なりますよね、はい、でその時に、はい、体に害のない、はい、サビ落としのケミカルとかあるんですよ、水溶性で、しかも、だからあのケミカル、その水を流したとしても自然に、はい、あの影響を与えないような、そういうケミカルがあるんですね。でそれはなんでかって言ったら、工場は今排水基準がめちゃくちゃ厳しいから。なるほど。だから要は排水基準をクリアする安全性の高いもので、はい、サビを一瞬にして落とすようなケミカルってあるんですよ。すごい。でそうするとそれをシューって吹いて、はい、あやべえサビってあった時に、はい、もう車の中からそれ出して、はい、シューって吹いて少し水でこうやっとくと、はい、水溶性なんでもうちょっと置いとくだけでサビがきれいに流れるんですよ。はでその後水でシャーって流したら、はい、もうそれは食べても大丈夫なんで、そのまま鍋を使っても何の匂いもしないし大丈夫っていうものもあるんですよ、はい、キャンプ好きの方はスキレットとかダッチオーブンがそうなりやすいんで、そう、それ持ってる方はね、もうスキレットなんて、はい、あのもう本当にこう使いたいけど、はい、あの赤サビが入ってた時がすごい嫌じゃないですか、はい、一瞬で気にします。うわめちゃくちゃいい、はい、かっこいい。ファクトリーが来てください。はい、うわ宣伝だった。だとしても行きたい。で今日いろいろ持ってきたんだけど、はい、例えば、これコンビネーションプライヤーってやつなんですね、はい、でいわゆるなんかペンチみたいな、いわゆるペンチなんですよ、はい、でいわゆるペンチなんですけど、はい、これ大体皆さんこういうの見ると、はい、昔ね
あの車載工具って言って、はい、車にコンビネーションプライヤーってものが入ってて、はい、それでよくあの車の中からお父さんが工具出してこいって言って、はい、そのコンビネーションプライヤーをこういろんな家庭でも使ったりとする、はい、するんですけど、なんかやっぱり安っぽくって、はい、ちょっと使いづらいかったわけですよ、うんうんうん、でなんでコンビネーションプライヤーっていうかっていうと、はい、これ1個のプライヤーなんだけど、はい、機能がたくさんあって、はい、例えばこういうワイヤーとかを掴む小さいものを掴みたい時でも、はい、先端で使った時でも、はい、これすごいこうがっちり掴んでくれるんですよ。なるほど。でなんでがっちり掴めるかっていうと、はい、ここ見ていただきますと、はい、ダイヤ型に削られてるんですね。が溝ができてる、はい、で普通は縦型か縦に溝が掘られてるか、はい、横に溝が掘られてるかだけなんだけど、はい、僕これ斜めにしましてダイヤ型にしたんですよ。クロスしてる。でそうすると引っ張る時にまっすぐ掴んで手前に引っ張る時にも横にこういう風に動かしてギャーってやって、はいはい、横にね左右に振りながら引っ張りたい時も滑らない、はい、なので斜めの溝の方が縦横両方の動きに対してしっかりホールドしてくれるっていうんで、はい、先端斜めに掘ってあるんですね。うわ確かに直線で引っ張るとは限らないですよね。直線で引っ張るとは限らない。でもよく見てみると、はい、縦だけにあったり横だけについてるものが多いんだけど先端をダイヤ型にしたので、うわすごい、どんな角度で引っ張っても引っ張りやすいっていう機能が一つあるんですね、はい、つまり鉄鍋とかなんかで熱いものをつまむ時にこうやってつまむときにめちゃくちゃいい。そうコンビネーションプライヤーを持てば、はい、そのアウトドアで熱いものをこう持つときにも使えますよっていう使い方ができるんですよ。でだから取っ手がいらずってことですね。そうです。で取っ手になるんだ鍋の。取っ手にもなるし、はい、鍋の取っ手って丸くなってるじゃないですか、はい、で棒でしょ、はい、で棒丸いものってこれつまめないじゃないですか普通は、はい、あのプライヤーの先端で、はい、ところが真ん中の時とかこう丸くなっててギザギザがついてるんですよ、はい、なのでこういう棒とかもつまんでも回せるんです。すごい。でさらにこれはあのこう口の開き幅を変えられるんで、はい、こうすると口が開いてもっと太いもっと太い丸でもこでいけるんだ。掴める。掴める幅を変えられるんですね。掴める幅を変えられるんで丸いシャフトも掴めると。そうすると鉄鍋の横についている、はい、取っ手の部分が熱くなって、はい、持てない時にこれで持てば丸くても滑らないっていう。ことができる。いやキャンプ道具って取っ手の部分も鉄で熱くなっちゃうもの多いですよ、うんうんうん、だから別でグローブ持っていかなきゃいけないですけど、うん、それいらないですね。熱いグローブね。いらない。でさらになんとここですね、はい、あんまり知られてないんだけど、はい、支点の部分にこういう溝がついていて、はい、その溝って鉄をニッパーになってんの。そう 鉄ワイヤーがカットできるんですよ。ただのコンビネーションプライヤーに見えるけど、はい、かなり硬いものまでこれクリップってめちゃめちゃ硬いんですよ、はい、うん、うわ簡単に切れちゃう。切れたっていうので大きさが2つあります、はい、すごい。ちょっとマジでちょっと今ねこのねこう引っ張ってみてください。いろいろこうあはい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 、まずだからこういう、はい、本当かどうかですよね。そうですね、はい、これ芸人で嘘つかないですからね。先端積んでみて引っ張る時も、はい、おーすごい。引っ張りっこしましょうか。はい、あそれでもどっちも抜けないんだ。あ結構な感じ引っ張ってますからね、はい、揺らしても絶対抜けますね。抜けない。それでも大丈夫でしょ、はい、でさっき言ったみたいにボールペンの真ん中、はい、真ん中の部分で丸物をここ掴む。あそうすると滑らないでしょ、はい、なのでそのもう取っ手の部分とかをそこでその真ん中のところで加えれば大丈夫。なるほど。でさらに最後じゃあちょっとカットしてみましょう、はい、これ切ってみていいですか。クリップってなかなか切れないですよね。切れないです。クリップ切れないです。で、ね、一番奥ですね。奥に挟んで、はい、あ簡単そうなんですよ。パチンパチン。本当に握ってないです。そこまで。そうですよ、ね、本当に簡単です。でこれアウトドア用品ではないですから。そうですね。コンビネーションプライヤーって言って車 の整備とか、はい、あとまあ日常的なまあ工場なんかでも使われる、はい、工具なんだけど、はい、今の要素って一個一個全部がそのアウトドアでキャンプの中で使える要素じゃないですか、はい、でなんか鍋持ち器とかそんなの買わなくてもこれを一個持っていけば工具としても使えるし、はい、今みたいなシーンで全部使えるんですよ。これ2本持ったら両手で持てますからね。すごいっていう。でキャンプってね道具をどんだけ減らすか勝負ですもんね。だって車から下ろしてまた積まなきゃいけないから、はい、その時に1個で何重にも使えるっていうのはすごいですね、うんうん、で次がですね、はい、これライトです。次は CM の後で。そんなに喋ってる。喋っちゃった反省してる。喋っちゃった。10分以上経っております。では CM 行きましょう。はい。
TBS ラジオ工具大好き川瀬良子とファクトリーギアの高野倉正人がお送りしています。さあ後半も引き続き、はい、高野倉さんから竹戸さんにおすすめの工具、はいはい、お願いします、はい、よろしくお願いします。キャンプ用品じゃないけどキャンプでめちゃめちゃ活躍するんじゃないかというふうにおすすめしたい。マジで知りたかったんですよ、はい、どちらにも使えるっていう、はいはいね、次はですね、はい、こちらのですね首にですね引っ掛けるライトなんですよ、はいライト、はい、ライトで首あの形で言うとこういうなんか風が出てくるものとか今あったりね、あ、ね、首にかけるね、夏になると首にかけて涼しくなって、はい、あと音楽聴けるみたいなそんな形状ですよね。まあ、あのヘッドホンのように、はい、こう頭にこうつけたりすることもできるんですけど、はい、いやこれも便利ですよ本当だ、はい、これ何が便利って、はい、両手が開くってとこですよ。そっかキャンプ場行ったら夜暗いじゃないですか、はい、やっぱ両手空いて歩いてるって大事ですよね。あのおトイレ暗いじゃないですか、はい、おトイレまでの道のり暗いじゃないですか、はい、それの時にこれピュッとやっていけばいいのと、はい、あとは本当にバーベキューって案外薄暗がりでやんなきゃいけなくて、はい、料理するのは、うん、あのお父さんね結構料理担当なんだけど、はいはいはい、焼き加減とか見えないんですよ。そうなんです。うわそれ大事。家族に本当にそれ焼けてるの生じゃないみたいに言われること多いですよね。言われちゃう、ねはい、また生焼け食べさせられて、はい、私でねもうあなた明日ねお腹痛くなってしないでよお父さんちゃんと焼いてねとか言って、ね、マジで俺んちに戻る全くその会話してますよしてますよね、はい、でね例えばだけど、はい、バーベキューのグリルの上にライト置くのって嫌じゃないですか。嫌ですね。溶けちゃったりして、はい、でその時に首にこれを引っ掛けましてでそうするとあの首のあのなんていうかマフラーっていうかね、はいまあ、そんな感じでつけて、うん、右側左側ライトがこうつくんですよ、はい、それで、まあ、頭にねよくこう今だったらあの、はい、よく山登りするときとか、ね、ヘッドライトつけたりするじゃないですか。おでこにね、でね、はい、この首にライトがあるのは何が素晴らしいかっていうと、うんうん、ここに頭にあると、うん、頭で照らして手元が暗くなっちゃうんですよ。手が影になって、はい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 、ところが胸元からライトが来るんで、はい、手と体の間に光が来るので、うん、手元が本当に明るく照らせるんですよ。影なんないんだ。だから料理するときに、はい、あの要はあの手が邪魔で、はい、暗くなったりするんだけど、はい、胸から照らしてくれるんで、はい、焼き加減をチェックしながらできるんですよ。めちゃくちゃいい、はい、染みてるそれで、はい、あのここのねあの光の調節は、はい、ボタンを押すと明るくなったり暗くなったりするんですよ、はい、明るさが調整できる、はい、なのでめちゃめちゃ明るくしたい時、はい、あ調光できるんですね。調光できるんです。でさらに、はい、さらに、はい、首につけてるだけだと、はい、あのずっとつけてるわけにもいかないし、はい、例えばキャンプの中だったら、はい、どっかに、ね、こうくっつけてきたいっていう時に、はい、裏側が磁石になる。あじゃあランタン代わりになるんだ。ランタン代わりになるんです、まあ、こうやってあの上から吊るしてもいいし、テントの一番高いところにつけてもいいですもんね。シールがあるところにガシャってつけとけば、はい、そのままランタンとしても使える。すごい、はい、で、まあ、テーブル、はい、別のテーブルの上につけたら、はい、曲がるので。なるほど、はい、角度も変えられるので、あのアングルが変えられるので照らしたいところを照らすことができるんですね。わあ、竹戸さんどうですか、はい、いやキャンプ行ってる人って絶対アイアンの部分があるんで、どっかにそこに絶対どっかにくっつけられますもんね、はい、であと例えばその車の、はい、荷室ね、はい、車の荷室が暗い時に、はい、こうやって上にピュッて鉄のところにつけちゃえば、あつくんだ車の車内の。そう、鉄があるとこあるじゃないですか、はい、つけちゃえば、うん、それこのままライトになるんで、夜車の中から何々出してっていう時に、はい、まあ、首につけてってもいいし、はい、本気で探したい時にはパシャッとつければいい、ですね。だから車中泊する人いいですね。車中泊する人もこれです。はい、でさらにですね、はい、撮影した人、撮影、はい、撮影したい時にライティングしたいじゃないですか、はい、でこうやって照明さんがこうやってやるじゃないですか、はい、ここにカメラスタンドにつけられるネジ穴があるので三脚につくんだ。三脚について三脚からこうやってライティング照明になるんだ。照明になるんです。ユーチューバーの方には必須のアイテム、ね、ユーチューバーの竹戸さんにはぴったりっていう使い方が、しかもすっごい明るい、調光できるのいいですね。あとうちなんかもう子供がちっちゃいから、うん、両手空いて明るいっていうのは大事なんですよ。そうです。キャンプ場って舗装されてないじゃないですか、うんうんうん、だからトイレ行くとき転んじゃったとき両手つけるっていうのは大事だから、あこれはめちゃくちゃいいですね。もちろん充電です。あ充電、はい、USB-C、 うわー、はい、これいい。なんで電池はいらない、はい、はい、だってポータブル電源持ってってるんですよキャンプ行く人って今。そうか、今必ず皆さん。そうなんですよ、ね、だから充電できるものが一番いいんですよガジェットとしては。これね確かね、はい、すごい時間、長い時間、使用時間がですね、うん、シングル
って4時間あ片っぽだけつけた場合4時間、はい、なんで氷を落とせば4時間5時間なんで多分夜、うん、バーベキュー子供と一緒にする時間には十分、うん、あのつき続けてくれるっていうものなんで、うんうん、一泊のキャンプこれ1個持っていけば十分ですね、はい、っていうこれはめちゃくちゃいいっすわ。すごいちょっといやすごい今こういうの持ってます。いや今ランタンとかそういうのは持ってますね、はい、首にかけるの、はい、首にかけるのあと、まあ、頭につけるヘッドライトとか あと、まあ、磁石でくっつくものはあるんですけど、うん、この方向が定められるとか、うんね、あと三脚につくとか、はい、これはめちゃくちゃいいですね、うんうん、ありがとうございます。しかもこの曲がり方もしなやかなのにちゃんと固定されるんですね、うん、固定されるっていう、はい、で角度も調整できる当てたいところに当てて使える、はい、いやこれめちゃくちゃいいわ。これは、まあ、めちゃくちゃ売れてる、まあ、D&J の充電式デュアルフレキシブルライトっていうものでございます。すごい。でライトつながりでもう一個なんですけど、うん、これは充電式フリーアングルクリップライトっていうやつで、はい、これも1回押すとつきます。うわ明るい LED ですね。 LED です、はい、で2個目つけるともっと明るい。うわ明るい。めちゃくちゃ明るいんです。はい、ね、眩しい。だけど多分キャンパーなのでお分かりだと思うんですけど、はい、白い明るいって強ざめじゃないですか。そうなんですよ。暖かい黄色みが欲しくなるんですよ。へえ。黄色くなりました。あ、本当ななるんだ。黄色くなりました。ちょっとなんか打ち合わせしたみたいな嘘くさい振りになっちゃいました、ね、黄色みが欲しいんですよ黄色くなりました早すぎてなんか俺らうさんくさくなってきました、ね、でも本当に黄色がかったのが欲しいんですよね。キャンプの時って白がやっぱりちょっとこう、はい、冷めるんですよ。冷めちゃう。なんでですか。日常思い出しちゃうんですよ。あ明るすぎたりとか、はい、すごいすぎたりとか。あと火に近いってなんか暖かい黄色みがかった光で、うん、はー音楽したいですよね。だからキャンプ場ではみんな LED ライト使ってるんだけど、うん、この色を出してる人いないでしょ、うん、みんな白いじゃないですか。 で, す、ね、でもこれだとなんかちょっとあったかいし、おしゃれさも出て でこれクリップがついてるんで、うん、あの帽子のキャップとかにつけられるんですよ。竹田さんいつもキャップかぶってますもんね、はい、でさらにこれもやっぱこれ マグネットあるんでマグネットも使えるんですけど、うん、これの最大の特徴はですね、まだ最大の特徴あるんですか。今つけました、はい、でその時にですねここにあるボタンを押します。で今緑が点滅してます、はいね、緑が点滅してます。あセンサーライト、はい、うわ手をかざすと手をかざすとあのよく一軒家の方がある防犯のセンサーライトみたいな機能がついてるんですね、はい、だからこれは何でかっていうと、はい、クリップを使ってライトをつばにつけます、はい、でボタンをどこだか探すのに、はい、グローブ使ってること多いですよ、はい、巻き割りをしてたりとか、はい、焚き火キャンプで火使ってる時とかにグローブつけてますよね、はい、その時にクリップのボタンどこおどどどこどど押しづらいとかでそういう時あと子供を抱えてるとか、はいはい、そういう時になんかちょっとこう首を振らすだけでもライトがついてくれるんですよ、はい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 、センサーなんで。そもそもライトのスイッチを探すのに手こずるからそれがいらないってことですね。あと手が汚れてたりとかバーベキューやってる時に油で汚れてる時とかに探さなきゃいけないっていう時にセンサーです。あこれであれにもいいかもしれないです。ソロキャンプしてる女性の防犯テントの前につけて寝るっていう。ほんとだ。あそうすると、はい、すごいセンサーでね。すごい、はい、さすがですね。ほんとでもやっぱりなんかあれなんですよ。チャックのとこに鍵つけてとか、うん、女性のソロキャンパーの人意外と防犯気にするんで。あじゃあもう家みたいなことができますよ、ね、センサーライト、ね、でこれ、まあうん、クリップの部分が角度が調整できるんで置いたままこういうふうに。あなるほど自立もするんだ。自立もするので。へーテーブルこれめちゃくちゃいいっすよ。だからまあ、あと襟元につけたら、ね、そうそう襟元につけたりとか、はい、そういうのに使えます。いやこれなかなかの明るさっすね、うん、今消えましたね。そうです。あーすごい。かざすだけでついたり消えたりルーメン2だね、ここやってましたね。そうサタさんがねルーメンってやってました。あれ YouTube で見なかったら全く意味わかんないすごい笑ってるけど何が起きてるんだまんまと両方見ちゃいましたからラジオ聞いて YouTube でも見るっていう何が起きてんだと逆に新しいラジオの放送の仕方だなと思った、ね、全ては見せず見続きは YouTube とか確認したい人は YouTube みたいなお二次使用できてんじゃんみたいな。だ今日も絶対そうよ多分今の話聞いてて、ね、どういうやつどういうやつって言って、ね、はい、うん、ぜひ動画でも、まあ、小さい四角いライトなんですけどクリップ型、はい、クリップがついてて、うん、あの帽子とかにもつけられるんだけど、うん、それにセンサーがついてるんで、うん、もう手で手をかざすだけで、うん、ツバにつけられるのいいですね、だからまあツバにもつけられたり、はい、首にもかけられたりということで、うん、要はこれだから本当に作業用なんですよ、うんね、あの今頭の中竹田さんの頭の中は、はい、あのキャンプシーンだけど、はい、これは一つ一つが全部要は作業用
メンテナンスする人とかそういう人たちの現場に作られたものなんだけど、でもキャンプのシーンでめちゃめちゃ活用される、うん、活用できるシーンがあるんじゃないのっていうので、うん、おすすめする。やっぱ機能性と安全面が追求されてるものなんで、そうですね、本当にいいと思いますよ。でも俺がこれがキャンプ仕様で出すとしたら、あともう一個揺らぎモード作りたいですね。あ、分かった。明かりがちょっと揺れて、ランタンみたいな、だからテントの中に行くと、中でランタン焚いてんのかなって思わせられるような、ビビビってなる、はい、ちょっと揺れる明かりモードつけたらめちゃくちゃ売れると思いますよ。ちょっとキャンプシーンでも竹尾さんも、はい、だからファクトリーギアで働こう商品開発、商品開発、はい、うん、いいんですか。いいですよ。あ、じゃあ働きます軽い軽い働きますよ。で、あれほら、あれ、はい、あれ現物支給すればいいんでしょうか。うわ、吉本みたいなことそうなんですか、はい、吉本はそうなんですかいや、そんなことないですよ、ね、でも、いや、面白いと思う。いや、こうやってね、なんかね、喋りながら雑談の中で生まれることって意外とあるから。確かに雑談大事なんですよね。雑談大事、面白い、面白いですね。ちょっとでもこっちも紹介、まだ大丈夫ですか。まだ大丈夫ですか。もう一個いける、はい確認がで、ね、はい、今のは本当に、いわゆる現場で使う工具を、はい、アウトドアシーンで、はい、こんな風に使ったらいいんじゃないの、うん、っていう話なんだけど、うん、今日ね、トラスコさんからキャンプで使えるグッズっていうので、はい、本当に持ってきてもらったものがあって、はい、僕今日初見なんだけど、はい、正直言うと、はい、これスウェーデンのハルタフォースっていう、はい、ハルタフォースっていう、ハルタフォースっていう、ね、何回言うんですか。だって初めてなんだもん俺これハルタフォースっていう4回目だよ、はい、ブランドで、はい、ハルタフォース何回言うのよ時間ないって言ってんだから、はい、はい、屋外生活用折りたたみナイフ、はい、OKF っていうので、これね、スウェーデンもキャンプ盛んですからね。これなんか、はい、これ別にちょっとよくわかんないけど、もうさ、機能とか説明しづらいからもう渡すけど、はいはい、もうかっこいいじゃないですか。まあかっこいいな。折りたたみの、折りたたみで、はい、まあ、自動ロック機能でナイフが飛び出す心配ありません。だから閉まった瞬間にその赤いボタンを押すと刃が出てきます。赤いボタンを押しながら、押しながらじゃ出せないようになってんだ。安全なんだ、はい、見た目はナイフって思わないですね。あ、握りやすいですよ。持ち手のところに丸い穴が開いてて、そう、持ち手のところに指が入るようになってるので、はい、力が入れやすいっていうことと、なるほど、はい、持ちやすい、はい、持ちやすいし、あと、まあ、勝手に刃が出てこない、今のセーフティーロックがあるんで、はいはいはい、ポケットの中に入れたりとか走ったりしても刃が出てこないっていう機能がありますよっていうものですね。あとこの持ち手の穴がこう穴が開いてるのありがたいですよね。カラビナとかつけられたりとか、そうですね、いろいろなんか、だからちょうど折りたたみの支点になる部分が、はい、そこに空洞の丸穴がついてて、はい、人差し指とか入れて使えるっていうのが、はい、なかなかちょっとこう、うん、今まで見たことのないデザインですよね。あとこのズボンとかに引っ掛けられるようなクリップも、クリップがついてついてて、はい、いろんな使い方は。でそのクリップは逆に邪魔な場合もあるじゃないですか、はい、取り外しが可能ということなので、クリップなしで使うこともできるっていう。なるほど、はい、さらにですね、はい、このハルタホースはですね、はい、ファイヤースターターを使用して着火できるらしいです、その刃が。ファイヤースターター、はい、ファイヤースターター、まあ火付け石みたいなもんですね。あ、最初のなんかカチカチっていう、シュッてやって、はい、これね、キャンパーの人ってマッチ使ったりライター使えばいいのに、うんうんうん、こういうので、ね、カチャカチャってやって火をカチャカチャってやって起こして火つけたいんですよ。あえてね、やりたいんですよ、はい、やりたい、そこから行きたいんですよ。確かに、そういうのやりたい、カチャカチャってやって、はい、やりたい人と、僕みたいにバーナーでバーってやってブロワーでバーってやって早いだろってやりたい人の2つに分かれるんだけど、実は俺もそっちなんだ機能性ある方がいいくて、はい、朝日もばらしてさ、はい、ほわほわにしてカシャカシャってやると、はい、こう火がわってなるのをやりたい人もいるわけで、そのため のこのファイヤースターターを使って、はい、その刃でカチャカチャってやることができるものもついてる。この刃で、うん、だからもう一個この付属の棒、これが多分、そうそう、マグネシウムがついてる棒なの。マグネシウムがついてる、うん、だから摩擦で火花が散って火つけられる。へー、そうそうやつだと思います。すごー、はい、はい、すごい、もうファクトリーアで働こういや働きますよ、収入柱何本か欲しいんですよリアルでもちょっと話聞いてみると現物支給今迷ってます。エンディングまでに決めます。もう一個じっくり考えてください。もう一個ね、もう一個もう一個はい、もう一個はこれね、スカンジナビアタッチ
フロムスウェーデン、はい、こちらもスウェーデンから、すごいなこれ、うん、ウォークスツール折りたたみチェアコンフォート450、はい、これね、あ、なるほど、これで座れるらしいの、これで、え、あ、これ座れるんすよ、え、なんで先端が、なんて言えばいいですかね、足を伸ばすこともできるのよ、はい、え、今ね、ただみんなえって言ってて、だ、何のラジオ聞いてるか何だか全然わかんないなんて言えばいいだろうと思って、三脚を閉じた状態で、せっかく3本あるのに1点なんですよね、うん、地面と接するのが、うん、それなのに座れるのかと思って、ね、ふって開くと、なんでですか、要はもう足が開くわけでもないのに座れるんですね、転がりますよ、ちょっと怖、これ座れるんですよ、足つけば、足つけば、そうで、これ高さも出るってことですよね、高さも出るんですこれね、でも今ね、はい、キャンパーの人たちってロースタイル流行ってるんですよ、テーブルもロー、椅子もローが流行ってるから、なんでですか、ローで、もしかしてハイが流行った時、ハイにできた方がいいから、うん、両方できたらいいんですよ、で足が伸びるっていう、できるんですか、これできるんですか、あ、ハイスタイルにもなるんですね、あ、伸びた、あ、30センチぐらい伸びますね、いいっすね、伸びた、伸びたけど、あの何センチか450ミリって書いてある、あ、十分ですね、書いてある、十分、初見だからね、俺も今日だけど、何がいいのかっていうのを今2人で見ながらね、必死で検証してくれる、これはめちゃくちゃいいっすわ、あのやっぱ物が違いますよね、はい、とかこれを2つ買って1個高さ高く上げて、テーブル天板を置くだけでテーブルになりますからね、あ、天板にもなるんだ、これ重さどうですか、重さ書いてない、重さね、でもね、全然重さ書いてない、タケトさん今片手で持ってましたもんね、それはね、大体誰でも片手で持ってると思うんだけど、どのぐらいって言えばいいかな、ちょっと待ってくださいね、ね、うちの子が生まれた時の今赤ちゃんみたいに抱いてます、あ、そうか、ペットボトルでやったらいいんだ、俺バカだな、ペットボトルと、うちの子、ペットボトルよりは軽いですよ、水入ってる状態の 500ml よりも軽い、軽いです、多分、うん、あ、ほんとだ、ね、スチールなんですね、500ml アルミですね、はい、アルミ、アルミ製の足っていうことですね、え、あれ、じゃあペットボトルより重いわなんでだろう、なんでだろう、 825g、825g、気持ちの問題ですわ、うんうんうん、収納バッグも入ると 825g ってことなので、なるほど、500g ぐらいかもしれないですもん、そうですね、椅子なのにこんな軽いのと思ったから、も軽く感じただけで、これね、でも多分ね、アウトドアとかキャンプとかやってらっしゃる方、うん、みんな共通に思ってるのは、はい、安い椅子はワンシーズンで壊れます、そうなんですよ、そうですか、で家に壊れた椅子だらけになるんですよ、はい、で家に壊れた椅子だらけあって、また椅子を買ってくると、はい、お父さん椅子何個目？また買ったの？え？この間も買ってたじゃん。お父さん、ここの椅子ね、何個買ったの？今年に入って。俺ん家にカメラしてる。本当俺ん家の買いますよ。って言われちゃうか、はい。だからいいの買っとけば5年、はい、10年。多分これは本当5年、10年大丈夫です。そうなんですよね、いいものを1個買っとくのが一番いいですよね、うん、でやっぱり物はね、いつも言うことですけど、はい、やっぱりね、思い出をね、こう作っていくものなんですよ、ね、でもう壊れちゃうとね、あの壊れちゃったものと一緒に思い出も流れちゃうけど、そっかそっか、あのいいものってのはずっとこれなんか使っていけば、うん、子供5歳の子供がね、あの中学校上がるときにまだそれ使ってれば、 あれね、これどこどこ行ったときにこれ使ったねっていうのがあったりとかさ、うん、するので、やっぱりいいものを長く使うっていうのは、やっぱり思い出を作るために大事なんじゃないかな、いいですね、はい、思うし、あとね、キャンプみんなで行った時にキャンプギア意外と被ってくるんですよ、ああ、人の持って帰ってきちゃ ちゃう、俺の持って帰っちゃったとかあるから、逆に工具メーカーでキャンプギア揃えるのも、そうそう、これね、スウェーデン製とか持ってる人いないと思います、はい、めちゃくちゃいいと思いますよ、うん、スカンジナビアタッチ、スカンジナビアンタッチいや本当にね、これ椅子、いやでも椅子マジあのかぶりの話で言うと、それ友達とか一緒に行ってね、うん、で俺のだと思って持って帰ってきて、で開けた時に、あれ俺のこんなにサビあったっけかなと思ってあの錆びてる方を間違えて自分ちだと思って、うんうん、俺んちの買ったばっかりのやつを持って帰れたりとかすると、うん、またね、そうなんですよ、お父さんこんなに古くなったって、またこうねあの言われちゃうわけですよそうっすよ、ね、その友達にちょっと言いづらいじゃないですか、言いづらいんですよ、いい方が向こう行ってた場合そうすごい言いづらいの、ね、ボロい方お前のじゃないって言いづらいから、言えない人と違うメーカー使うっていうのいいですよね、たとえそれが隣の家族だとしても言えない、うん、言えないですね、だからやっぱりこういういいのだったら、さすがにいいの持ち帰られた時には、うん、ちょっとあれこの間のあれうちのさスウェーデン製のやつなんだけどさ、うん、間違えて持ってってないって言えるじゃないですか、うん、言えますね、ね、スウェーデン製使ってる人今いないかもしれない、そうそう、人と違うっていうのがいいわ、ですね、
武藤さん、今ある道具はどうやって揃えたんですか？工具もキャンプのギアも。あ、意外とキャンプ道具も自分で作ったりします、うん、折りたたみのテーブルとか、キャンプ道具も。でもやっぱり既製品のがいいですね。そう軽さを実現できないんですよ。あ、なるほど。やっぱ売ってるものってすごいです。あとね、やっぱり椅子ってね、椅子とかって本当にそのなんかあの構造計算ちゃんとできないと、はい、そうなんですよ。おしゃれにかっこよくできたとしても、うん、あの壊れちゃうの。でも椅子もお作りになってるの YouTube で見ましたよ、はいはいはい、でもやっぱり、うん、既製品の方がいいですね。そういいのあのちょっとすごいあの私正直な感想、あのすごい私的な話なんですけど、はい、川瀬さんのご親戚の方がですね、あの一緒にあの椅子を作ったんですよ、はい、すごい私的な話、私的な話なんですねすごいおしゃれな可愛い椅子なんですけど、はいはいはい、2シーズン目に、はい、ブラブラブラって壊れて座った人がブラブラってこうある椅子がコッパみじんにあのなりまして、はい、これでやっぱやめようってことになりまして、お怪我がね、そう、お怪我が危ないですからね。母さんのご親戚の方ですから、はい、あの方ですね、はい、すいません本当に素敵な話でご迷惑おかけしましたというぐらい、やっぱりねなかなか椅子は危ないから、やっぱり研究されてできてるものなんですよね。そうでもそういうところはもう経験があるからこそ、これは既製品の方がいいなとか、はい、ね、分かってくるわけですよね。作ってみたいなとかね、はい、あと重さと、あと綺麗にもちっちゃくなるというすごさ、うん、そうか、持ち運びっていうね、そう、そこがやっぱ大事ですよね。そうはだから武田さんもそうだけど、うん、キャンプ行くんじゃなくて、うん、自分家でいつもキャンプをしたくなっちゃうわけですよね。あ、そうですね。そうすると道具を持っていかなくていいから、はい、なのでそれアウトドアで外で飯食ったり、はい、っていうことしたいだけじゃないですか、はい、変な話、はい、そうなんですよ。でそうすると家がその環境だったら、はい、いつでもできるの、思いついた瞬間に、うん、まあ、今日は天気がいいとか、今日はすごい夜なんか星が綺麗だから外でご飯作ろうっていうのができるので、はい、その家でやりたくなんですよね、はい、そうなんですよ。やっぱね、結局なんかキャンプやりに行くの、めんどくさいことやりに行ってるのめんどくさいこと嫌になっちゃうんですよね、うん、そうやっぱテント立ててタープ立ててとか、はい、でもし雨降っちゃったら、うん、カビないように干しとかなきゃいけなかったりとか、そうか家でできたら一番いいですよね。家でできたら一番いい。だ結局だからその行ってる時はいいんだけど、はい、あので行く前もいいのよね、はい、入れたりして、そうですね、なんかあこれ持ってくかなとかすごい楽しいんだけど、はい、もうね帰ってきた時のお父さんの地獄感ね、片付けね、片付け、そうか、絶対手伝ってくんないんだもん、それで一人なんで孤独片付けはね、干すのとかさ、はい、洗うのとかさ、力作業ですからね。そうでそれ中途半端にやって錆びてると怒られて ね、うん、そうですね。その時はいいケミカルありますからまあそれでうちの挟みますね。いや本当ね、わかりますよ、大体みんなの悩みをほぼ共感できる。そうちょっとずっと話しっぱなしだから、はい、さっきのケミカルの話が先週だったか今週だったか、はい、今週ですね。今週ですね。あ、じゃあ大丈夫ですね。ご安心ください。本当、うん、さあお時間あっという間に経っております、はい、終わりですか。もうだいぶオーバーしてます。あ、そうなんですか。はい、20分経ってます。そうなんですね、すいません。はい、何か話し足りないことありますか。あるよ、ある話し足りたいことだらけだよ当たり前じゃない。武藤さんもよろしいですか。いや、よくないです。よくない。だから急遽マンスリーゲストにしてくださいだからこの後ちょっと店行って、はいね、そうですね、工具前にね。そうですね、はい確かに工具見ながら話したいですね。それもいいですね、はい、なんかそういう特番もやりたいですね、武藤さんに来ていただいて。そうですね、確かに実店舗に行ってっていうのも面白いですね。収録触りながら工具を、実店舗から公開放送も面白いですね、うん、あ、いいですね。いや、面白い。あとだからそのうちのね、はい、そのガレージに行って、はい、もう例えば電動工具メーカーさん来たりとか、ハンドツールメーカーさん来たりとか、あ、面白い、ケミカルメーカーさん来てもらって、はい、片っ端から使い続けて、うん、面白い、あのダメ出ししたり、はい、すげーって言ったり、はい、っていうのだけをひたすらやり続けるっていう、その、いいですね。それも面白いんじゃないかな。いい、面白い、ね、そういうのやっていきましょうよ、ね、だから武藤さんはやってるから、はい、しかもプロの目線だけじゃなくてね、うん、こう DIY とか本当に自分で始められたっていう目線で、はい、そういう ね、プロの道具を見た時に感じることってあると思うんですよ、はい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 、で DIY の電動工具とプロが使う本当の電動工具ってどのぐらい馬力が違うのかとか、はいはい、どのぐらいのことができるのかっていうのを実体験していくっていう、ね、使い比べしたいです。使い比べしていく、はい、プロのツールをね。そうするとプロのツールなんか、はい、絶対 DIY で使ったら使いづらいに決まってるっていう先入観が、うん、そう思ってます。ひっくり返りますから。こんなす、だから目がハートになりました。この年からひっくり返ることあります。概念あります。概念が変わります。概念変わります。これはね、僕はね本当に分かったの。だから、はい、あのプロは、はい、めちゃくちゃ腕がいいし経験があるのも、はい、まあ、間違いないんだけど、はい、道具がいいの。
でもプロの工具は扱えないんじゃないかっていう、扱いやすいんですよ、より扱いやすくしてあるの。だってめちゃくちゃいっぱいやるんだもん。だから同じ人間の手ですよ、いくらスキルがあったって、はい、だからその同じ人間の手で使うものなんだから、はい、プロはより使いやすく、はい、より機能的なものであるんですよ、はい、プロの道具って、はい、でもアマチュアの人がのために安くなってるものっていうのは、そのプロの道具からいろんな機能をそぎ落として値段を安くしてるので、はい、プロの道具には絶対にかなわないんですよ。なるほど。だからだけど、まあ、ちょっとだから安いのでいいやってなるんだけど、はい、武人さんみたいにかなりヘビーにある人は、はい、プロの道具使った時の多分感動する姿を僕は見てみたい。もうちょっとすみません、川瀬さんこれどのブロック取ってます？川瀬さん締めようとしたのになんかもう一ブロック取ってる気するんですけど。毎度なんですよ。一周増やしてくれるから。でも俺本当に概念変わりたいし、ね、使ってみたいです。絶対変わる。まだじゃあそのプロツールっていうのはそんなに、はい、手出してないんですよ。でもやっぱり購入しないと触れないってことが多いんで。そうですよね。一回触ってみてこんなに違うんだと思ったら、これ面白いこれ。面白い。どちらかの YouTube で、うん、全然 YouTube 全然いいし、全然 YouTube もちろんだけど急に川瀬さん距離を置いたな勝手にあなたたちのチャンネルでやってくださいみたいな。閉めますよ。すいません。いや絶対 YouTube でやるだろうなと思って、ね、すごい楽しみだなと思いました。面白いですね、うん、はい、さあ武人さんの情報はインスタグラムとあとは YouTube ですね。あ、そうですね、はい、はいまあ、カタカナタケトで検索するわ、なんか引っかかると思います、ね、なんか引っかかる、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さあ高野倉さん2週にわたってタケトさん、はい、楽しかったですね、はい、これね、あのどう編集されるのかこれ相当長いから、ね、あの30分いった方初めてです。相当長い。あのどう編集されてるかを見物だ。本当ですね、うん、本当にマンスリーゲストになってる可能性あります。ぜひ YouTube 見てもらって、うん、あそこもカットしてる、ここもカットしてるっていうのを見ていただくのでもお楽しみいただけるんじゃないか。そうですね、はい、いろんな楽しみ方していただければ、はい、終わらない。ということでひとまず2週にわたり、はいはいはい、ゲストは元 B コースの武人さんでした。2週にわたってどうもありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。また来てください。さあ高野倉さん、はい、今日のゲスト先週に引き続き、ね、元 B コースの芸人さんですね、うん、タケットさんでしたけれども、あのいかがでした？でもね、工具を見ている時の、うん、ね、お顔がね、やっぱり皆さん共通ですけれども、うん、まあ、少年に戻りますよね。本当に皆さん、はい、目キランキラン、ね、いやいや本当本当。だってあのコンビネーションプライヤーね、うん、まあ、ディーンのコンビネーションプライヤーを、まあ、本当のプライヤーレンチなんですよ、うん、まあ、本当になんか普通に物を掴んだり挟んだり切ったりするものなんですけど、はい、それをねキャンプのこんなシーンで使えますよって話をした時の武人さん の顔ね、もうね、ああいうのね、もう工具屋的にはねたまらんですね。もうね、もうこういうのが楽しくって私は工具屋やってると、いうぐらい、いい顔していただきまして。本当です ね武人さんの方からあれにも使える、これにも使えるってアイデアがすごかったですもんね。だからね、武人さんとこの後本当に、まあ、この番組きっかけにね、はい、まあ、いろんな、ね、ことが一緒にやれたら相当楽しいんじゃないかなっていうのを、ね、さっきも話したんですけども、ね、うん、ぜひやりたいなと。 LINE 交換してましたもんね。 LINE 交換しました。LINE 交換しました。これからのお二人のコラボを楽しみにしております。あの天王寺にもいらっしゃるかもしれませんから、飲んでるかもしれないからね。飲んでそう、はい、はい、そして皆さん次回もどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。工具大好き、ここまでのお相手は川瀬良子とファクトリーギアの高野倉正人でした。また次回、工具が今よりももっと好きになっているあなたとお会いしましょう。さようなら。工具大好き、この番組はネットでもリアルでもものづくりのサプライヤートラスコ中山の提供でお送りしました。